高麗の巻期、エッタロンという商人がいました。えー、この人は高麗と中国を行き来しながら商売をしていたそうです。 で、このペッタロンという人はとても商売が好きで、この商売を大きくしたいという気持ちがあったようです。で、それで朝鮮半島を分析してみたんですが、山が多くて、くねくね道が多いので、ここでは馬車とかを利用するよりは、やっぱり人で移動させた方がいいと思ったらしいです。 なので、商売人をいっぱい確保するということで、商売組織を作ってたそうですよね。昔の人なんですが、かなりこういった流通にも興味があった人でしたね。で、こうやって人たちを使って、中国と古来を行き来しながら商売をしたペッタロンですが、やっぱり悩みもありました。 一旦、まず山が多いので山賊などの盗賊に襲われることも多く、そして、えー、このペッタロンの、まあ、いわば会社ですね、その商売の会社が大きくなると、それを名乗る偽物も多くて、やっぱり信頼の問題が崩れるなど、いろいろ悩みがあったそうです。で、そんな悩みを抱えていたペッタロン ある日、いつものように商売のために歩いていたらえ、偶然に戦場に巻き込まれることになりました。それを見たペクタロンは、いや、戦争だ、怖い、逃げようと言って、もちろんその場を早速逃げましたが、その逃げ道の途中で、とってもかっこいい鎧をしている将軍と出会うことになります。 ただし、この将軍はかなりの怪我をしていて、結構大変そうに見えました。それで、ペッタロンは、ひどい怪我ですね。大丈夫ですかという質問をして、将軍は、出血がひどい。俺はここで死ぬのかと言って、自分の命を諦めているように見えました。 そこで、ペッタロンは、やっぱり商売をしていた人なので、カバンの中には色々なものがあったと思います。それで、ペッタロンは、綿をカバンから取り出して、私が綿を持っています。これで出血を止めましょう。と言って、将軍の出血を一旦まず止めました。 それで将軍は何とか落ち着いたんですが、で、これでペッタロンは戦争が怖いからそのまま逃げるのではなくて、また将軍の願いをもう一つ叶えてあげます。実際将軍の足には矢が打たれていて歩けない状況でした。 そこで、ペッタロンは、私に任せてください。商人は体力が自慢です。と言って、将軍を安全な場所まで運ぶことを決心します。もちろん、この時の将軍は鎧もやってたので、かなりの重さだったと思います。それで、天井から少し離れた安全な場所まで将軍を運んだペッタロン。で、 この将軍は、実際は、もう皆さんも予想してると思いますが、イーソンゲでした。イーソンゲは、このペッタロンに、この音は絶対忘れないという約束を誓います。 で、ここでペッタロンは、この将軍がただものではないと思ったらしくて、えー、これから私が将軍を応援しますと言って、えー、この後、イーソンゲの軍隊の食料、で武器、そして、えー、兵士まで、ペッタロンが全部、あの、承人の力を使って補給してたそうですね。これで二人の友情はますます強くなりました。 で、皆さんもご存知だと思いますが、イーソンゲは、高麗を潰して、朝鮮の初代王になります。王になったイーソンゲは、もちろん、自分の親友、ペッタロンを呼ぶでしょう。そして、恩返しをしたいと言って、えー、そこで、朝鮮の公認の商売権を、このペッタロンにすべて任せるんですよ。つまり、独占させます。 朝鮮の商売の特選権をペクタロンにあげるんですよね。つまりペクタロンは商売人として投資は大成功でした。でさらにそこにとどまらずイーソンゲはペクタロンに王の友という意味で帽子に綿をつけることを強化します。 この帽子の一個の綿は王の友だという証だということなんですよね。で、これ証、つまりこれがあるからこそ、この人は国が認めた商売人、そして王の友なので、この人たちには愛を与えないように、 というある意味では、えー、お守りみたいなのもありましたよね、えー。盗賊などが人を攻撃するときに綿が見えたら政府の保護をもらってる人なんだというお守り的なもので綿をつけたということなんですね。でこれで皆さんがドラマとかで見ているこの防護士の綿、こういった物語があったんです。 ただ、ここで疑問がありますよね。先ほど私が言ったのは1個の綿ですよね。でも、皆さんがドラマとか見てみると、綿は2個ですね。じゃあ、これは一体なぜでしょうかじゃあ、この理由は朝鮮後期の話になります。モンゴルからの侵略に逃げる途中、怪我をした陰城、つまり陰城時代の話ですね。中六代王ですが、逃げ道の途中であまりにも慌ててたのか、怪我をしてしまいます。 その時に、まあ、逃げる途中だったので、医者も道ぐもない状況だったんですけど、その時に、ある商売人、まあ、ペクタロンではないんですよ。もうペクタロンは死んでるんですけど、まあ、ある商売人がまた現れて、あのー、私の帽子に綿がありますが、これでどうですかと言ってから、陰女の出血を止めて、そしていろいろ薬もあったと思います。それで陰女は救われるんですよ。 結局、この話もまた新しいオートの物語が始まりますね。で、状況が落ち着いてから、院長はこの自分の命を助けてくれた行商人を呼んで、恩返しをしたいと言って、その時に綿をもう一個つけてと言ったことで、えー、結局綿が二個になりますね。で、ただ、商売人としては、 え、それだけという感じだったと思います。実際、記録見てみても、これ以外に何か与えたという記録がないので、 えー、結局、院長は自分の王の正当性のために自分の、えー、命の恩人まで利用してるんじゃないかなと私は思いますが、じゃあ、とにかくまとめてみると、朝鮮の異行承認の帽子の綿が2個になるというのは、木は1個もなくて、朝鮮初期には1個、そして朝鮮後期になると2個になるということを覚えてくださいね。 で、これが小さい伝統として残っていて、現在、韓国のトラックなどを利用している業種人たちは、えー、義務的にバンドは常備しているらしいです。もちろんこれは業種人じゃなくても常備するものだと思いますが、ただその伝統を引き継いでいることだけちょっと覚えてくださいね。じゃあ今日はここまでです。えーまあ たまにはこういった朝鮮の、まあ、王族ではない話も面白いと思いますが、えー、委員長はご褒美もせっこかったんですよね。じゃあ、来週もまた朝鮮の話で皆さんに伺いたいと思います。今日も聞いてくれて、しんちゃしんちゃごまおうよ。여러분、あんにょー。